立憲と維新両党の国対委員長らが会談し、ガーシー議員が国会を欠席し続けていることを念頭に、正当な理由なく国会に登院しない議員について歳費の差し止めも含めて検討し、必要な法整備を目指すことで一致しました。歳費はその間はストップさせていただくということは、私はやっぱり国民の今求めていることではないかと思っています。また自民党の世耕参院幹事長は、登院しない議員に歳費が払われていることへの国民の気持ちは真摯に受け止めなくてはいけないと述べました。これに対し NHK 党の立花党首は会見で、ガーシー議員は日本に帰ってくるとは言っていなかった、有権者が選んだのに国会に出てこなければ歳費を払わないというのはおかしいと反論しました。